三河島水再生センター付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三河島水再生センターは、東京都荒川区荒川にある、月水処理場。1922年に稼働を開始した日本で、最初の近代的な月水処理場である。旧食糖場施設が、 国の重要文化財に指定されている。敷地面積は19万7878平方メートルであり、1日あたり70万立方メートルの下水処理能力を持つ。現在の処理区域は、荒川区、台東区の全域、文京区、豊島区の大部分、千代田区、新宿区、北区の一部で、計3936ヘクタールの下水処理を、 になっている。処理方式としては、標準活性汚泥法を採用。処理水は、隅田川に放流するほか、一部を、東汚浄化センターへ送っている。汚泥は、砂町水再生センターへ圧走している。ウィリアム・ケーバートン明治維新後、都市部での急激な近代化に伴う、人口、工場の増加によって、下水の処理が深刻な問題となってきた。 これら等の伝染病の流行もあって政府は衛生工学の専門家としてイギリスからウィリアム・ケイ・バートンを招聘し東京帝国大学教授内務省顧問議士東京市区改正委員会上水下水設計取調べ主任に任命1889年にバートンらによって東京市下水設計第一報告書が提出されこの時の候補地の一つとして 三河党が挙げられた。処理方法としては、完結サロカが提案されたが、財政的な問題から、この計画は実行されなかった。バートンの後を受けて、東京帝国大学教授となった東京市議市長、中島栄二によって1907年に計画が練り直され、東京市月水設計調査報告書が提出された。 この計画に基づいて1914年に着工。東京市議姉妹元新市を中心として建設が進められ、1922年に完成して運転を開始した。処理方法としては、山水路商法を採用した。当初は、現在の台東区のほぼ全域と千代田区の一部を処理区域とし、糞尿を自動車で搬入し、おでは、 船で品川沖に登記していた。稼働後、路上での帳場への大量発生などがあり、また、山水路商法ではいずれ用地が足りなくなることは、明白であったため、1926年から活性汚泥法導入に向けての実験が始まり、1934年に、パドル式活性汚泥法の稼働が始まった。さらに、戦後の1959年には、 現在の標準活性を定法を採用した。食登場施設全体外観食筒水接続暗渠食糖室1999年に稼働を停止した、旧三河島汚水処分場の食登場施設は、1922年の稼働当初の形態を保持しており、日本で最初の近代下水処理場の代表的移行として重要なものとなっている。また、 ソミズビラ室、陳謝池などの周辺施設も建設当初のまま、残されている点も近代月水処理場食登場施設の構成を知る上で歴史的価値が高い。こうした点が認められ、2002年から2003年にかけて耐震補強工事が施された後、2003年3月6日に吸収ポンプ室及び関連施設が 東京都の指定有形文化財に指定された。さらに、2007年12月4日には、旧食登場施設が国の重要文化財に指定された。その後、施設整備が行われ、2013年4月から一般公開されている。2015年からは、年一度、夕方から夜にかけて、敷地内に多数のろうそくを灯して、建物を浮かび上がらせる。 キャンドルナイトを実施している。重要文化財指定物件は、以下の通り、ポンプ室、関連施設とともに、土地も重要文化財に指定されている。旧三河島汚水処分場、食糖場、施設御所2棟郵便番号116-0002東京都、荒川区荒川八丁目25番1号、三河島水再生センター及び旧、 三河島お水処分場食登場施設の見学は事前予約を必要とする。レンガ作りの建物と芝生やバラ樹木などの緑の対比が美しく、春は桜の名所としても知られている。上部には荒川区立荒川自然公園が造成され、野球場、テニスコート、子供プール、池、遊歩道などが整備されている。ありがとうございます。